柿谷選手大好きカッキーです。本日はですね、元日本代表の監督であるフィリップ・トルシエさんがね、今の日本代表について、まあ、オーストラリア戦の後なんですけども、先日の、について、まあ、代表についていろいろ語ってくれておりましたので、そちらの記事を紹介させていただきます。今回の記事は、まあ、ナンバーさんですね。で、ネットで見てもね、ページが4ページ分もあって、まあ、かなりボリューミーな内容になってるんですけれども、おおむね前回のオーストラリア戦とかについて、まあ、褒める内容が多かったですよね。まあ、田中碧選手のゴールも素晴らしかったし、まあ、その他の中盤のね、2枚、森田選手、遠藤選手、この3人がね、形成する中盤は素晴らしかったとか、もしくは古橋選手の動きが良かったり、まあ、ゴールを決めた浅野選手、もしくはその交代をね、指示した森保監督の、まあ、そういう手腕とかね、そのあたりも良かったなんてちょっと褒めてるんですけれども、まあ、あんまり内容があってないようなまあ実際ちょっとプレー面についてもね、他にも伊藤選手であるだとか、まあ、吉田選手とかに触れてはいるんですけれども、おおむね、まあ、ちょっとこれまでの試合をあんまりね、見てないのかわからないですけれども、まあ、日本代表について、まあ、褒めるというか、リップサービス的な部分が多かったかな、個人的な印象としてはですよ。で、そういったところにも触れておりまして、で、徐々にちょっと確信にも触れてくるんですけれども、その途中で、まあ、大迫選手について触れてるところがあって、まあ、インタビュアーの方がね、大迫選手どうですかっていうふうに尋ねて、それに対してトルシエさんが、まあ、テクニックもそうだが、強さがあり、オーストラリアのディフェンスを相手に決して負けていなかったと。で、インタビュアーの方もゴールのチャンスは逃しましたが、悪くなかったと思いますって答えるんですけど、それについてね、ちょっとトルシエさんが、まあ、噛みつくじゃないですけれども、意見していて、そこが彼の問題だと。彼はあまり効率的ではない。サウジ戦でも少なくとも1点は取れたし、今日もそうだ。だがそれは自信があるかないかによるもので、私は心配していないとは発言しております。まあ、やっぱりちょっと点がね、取れてないってところについては、ちょっと言及したというか、まあ、あくまででも自信の問題なんでね、この点、自信の問題っていうことで、まあ、この点に関しては、まあ、これでもう終わってるんですけれども、他にも、まあ、日本には優れた選手がたくさんいると。足りないのはパーソナリティだ。リーダーもいない。チームを導くリーダーが不在だと。選手はちょっとナイーブで、南野はいい選手だが内気だ。また監督もリーダーではないと発言しております。で、さらにインタビュアーの方が突っ込んで、テクニカルスタッフもみんなジェントルマンでおとなしいですって言うんですけれども、トルシエさんは個性の強さやオーラは感じられない。グループのイメージがそうだ。影が薄く存在感に乏しい。面白みがないし刺激が足りない。いい教育を受け、とても人当たりが良く礼儀正しいが、刺激には欠けると話しております。まあ、インタビューの方もね、これに同意してて、さらにトルシエさんが確信ついてくるんですけれども、だからこそ中田秀俊やホンダのように刺激とプラスアルファをもたらす存在が必要だ。森保にもそうしたリーダーシップはないと。で、インタビューの方が彼はタイプが違いますから、とフォローはまあ入れてくれてるんですけれども、まあ、まさにここに尽きるかなと個人的には思っております。まあ、中田や本田っていうのはね、プレイヤー側でね、当然あのリーダーシップをもたらしたりだとか、そういったところあるんですけれども、まあ森保さんはね、監督という立場でまた若干意味合いは異なってはくるんですけれども、それでも基本はやっぱり監督がリーダーシップを取って、でその次にね、選手の誰かがまたピッチ上でリーダーシップを取るとか、監督の見えないところでね、他の選手を気にかけるだとか、そういったところがあると思うんですけれども、まあ森保さんはどちらかというと、前の動画とかでも触れましたけれども、なんて言うんですかね、試合中にはやっぱり、リーダーシップは発揮できないタイプで、修正力とかもないですし、まあ特になんて言うんですかね、みんな暗いですよね、表情が。多分ハーフタイムとかで戻っても、まあ極端な話、頑張ろうとか、まあ球際強くとか、気持ち強く持ってこうとか、これしか言えないような、本来だったら前半で見えた相手のね、弱点だとか、そういったところについて触れてね、後半は、まあ、そこをついていこうとか、あと自分らが、まあなんだろう、攻められた場所、そういったところをこういう風に修正していこうってなると思うんですけども、残念ながらちょっとそういうところでは力を発揮できないタイプ。ただ森保さんはピッチ外ですよね、あの試合のない日とか、そういうトレーニングの時に、別の記事でもあったんですけれども、まあ試合に出れてないとか出してない選手に、まあ近寄って、まあいろいろフォローを入れてあげるだとか、で他にも交代させた選手とかに話をして、まあ、他に何だろう、試合中ね、こういったところが
どうだったかなとか、この間の試合ってどこが悪かったかな、どうすればいいかなみたいな、そういった会話を繰り広げてるっていうような記事があったんですよ。まあできればそれ試合中にやって修正してほしいんですけれども、まあでもやらないよりはマシですよね。ただそのやるはいいんですけれども、次の試合に反映されてないっていう悲しい、まあ差がという悲しい現実、まあ森谷さんはフォローに関してはでも少なくともね、そういった気にかけてるっていうか、逆に戦術面で力になれない分、まあそこに力を入れざるを得ないっていう、まあ会社でもそういうタイプの方いますよね。まあそれはそれで必要なタイプであるんですけれども、ただなんだろう、代表の一番前っていうか先頭に立ってる人物が積極的にやる最優先事項ではないと言いますか、どっちかというともうちょっと試合中の実務的なところを何とかしてほしい、そこでリーダーシップを見せてほしいっていうのが私の本音ではあります。まあなので試合中にね、修正とかそこまで監督のような仕事はできなくとも、まあトルシエさんの言うように、まあ中田英寿とか本田圭佑といったね、まあいるだけでも存在感があったり、選手のモチベーションを上げるとか鼓舞させるようなね、存在が必要なのかなと、そういった点はちょっと理解ができると言いますか。まあ本田選手に関してはね、まあいろいろクーデターちょっと起こしたりだとか、まあ結構難ありなところではあるんですけれども、まあ大なんていうんですかね、周りのモチベーションというか意識が高くなってるっていう点では、まあそういった役割を果たしたのかなと個人的には思います。まあ中田選手もそういうところがありますよね。どっちにしろちょっと中田選手がコミュニケーションとかそういった面であんまり他のなんていうんですか、当時やってた選手からは話を聞かないというか、まあ話をちょっとしたけど、まあなんだろう、割とやっぱりサッカーの話になったりとか、ちょっと近寄りがたいとか、そういった意見もあったので、かなりカリスマ性のね、強い存在で、代表を、まあ、なんていうんですか、あと緊張感をもたらすとかね、そういった点で、まあ、役割を果たしたのかなと思います。で、今の代表だと、吉田選手キャプテンですけれども、まあ、非常に素晴らしいキャプテンだと思いますけれども、やっぱり後方の選手なんで、試合中になるとね、どうしてもね、前線に声は届かないし、まあ、前線というか、そういう中盤とかで落ち着きをもたらすことができない、どうしても。ポジション上ね。で、個人としては今の前線で、まあ、最年長となると大迫選手なんですけれども、残念ながらリーダーシップを発揮するようなタイプではない、まあ、プレー面ではねそういった感じはあるんですけれども、実際にはそういうなんていうんですか、声をかけるだとか、まあ、周りの選手を支持するとか、そういった点ではちょっとリーダーシップっていうところには向かないところ、リーダーには向かないかなとは思ってます。ましてやサイドの選手も若いですし、で他にもできればね、チャンスメーカーとかゲームメーカーである鎌田選手とかがそういった役割を果たせると非常に、まあ、効率はいいのかなと思うんですけども、残念ながらそういうタイプではない。もしくは、まあ、柴崎選手も期待されてましたよね。遠藤選手 のやっと選手の、ね、後継者ということでいろいろ期待されたんですけども、残念ながらリーダーシップを発揮するタイプではなかった。でプレーも最近ね、中盤でやっぱりロスすること多いんで、ここも違うのかなと。なのでもう一人の遠藤選手ですよね。なので使いすぎた、遠藤選手と、まあ、田中碧選手、森田選手、ここの中盤素晴らしかったとトルシエさんも語っておりましたけども、やっぱりここでボールを回せたりね、まあ、前線に安心してつなげるってところが、まあ、活性化に、前線の活性化に本当近づくので、そういった面でも遠藤選手がキャプテンっていうのは結構理にかなってるのではないかなと個人的には思っております。まあ実際ね、所属元のシュツットガルトの方でも2年目にしてもうねキャプテンを務めるぐらいなので、まあそれだけね、多分言葉もそんなペラペラではないと思うんですよ。それでもそうやってキャプテン任命されるっていうことは、まあそれだけリーダーシップというかチームにそういうなんていうんですか、まあ、規律さであるだとか、まあ、そういう背中で語るじゃないですけど、そういったところも示せてるんではないかなと思っております。なので代表で、まあ、今吉田選手ですけれども、まあ、今後のことを考えるなら森保監督もちょっと当てにならないし、で遠藤選手がまあ戦術ボードを使って選手に説明しているようなシーンも見受けられたので、この時森保監督その場にやっぱいなかったですし、ちょっとそういった点も残念ですけれども、そういった戦術面でももしかしたら
なんだろう、もうちょっとキャプテンという役割を任せてもらえたなら、遠藤選手がやりやすく選手に他の選手に指示をしたりとか、声掛けができるのかなと思っております。今後もですね、トルシエさんだとか別の方とかね、 OB の方の記事も積極的に紹介していきますので、チェックしてもらえると嬉しいです。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。